おはこんばんちは、ちゃんひか .com です。今回は、とある中古店で買った、プラレールサウンドターミナルステーションを紹介したいと思います。時刻表もちゃんと再現されていますね。ホームは、プラキッズが置ける仕様になっています。はい、という感じで、大体、一応中古ショップで大体1000円で売ってたんですけども、結構大型です。持って帰るの大変でした。で、多分開封して、で、現在多分現地を、多分出たの。はい、という感じで、こういう感じでサウンドが鳴るっていう感じですね。でも最初からもう僕開封した当時から電池入れてたんで、はい、という感じです。はい、でまずはちょっとずつ見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのボタンなんですけど、これは多分、はい、ベルですね、発車ベルです。はい、こちらは、多分ドアの、はい、ドアチャイムですね。はい、こちらはですね、電車の通過する音です。で、ここは多分3番線ですね。なんですけど、残念ながら3番線がなかったんですよね。ここ多分多分実際なら多分こういう新幹線用のホームがあるんですけど、今回そこまでありませんでしたんで、という感じです。3番線から列車が発車します。閉まるドアにご注意ください、という感じですね。その他いろいろなサウンドがあるんですけどですね、多分これはですね、多分レイアウトとかに使っていきたいと思うんですけど、多分だいぶ前から気づいていたんですけど、このセットは。デメリットがあるのは、多分ちょっと分かりづらいと思うんですけど、車両が航空じゃないですか。で、一応基本的にプラレールって、車両を止める用の、レールがあるんですけど、そこのレールがですね、ちょうど真ん中にあるため、ほら、こういう感じで全部入りきらないんですよね、電車が。というところはデメリットなんで、もうちょっと前の方につけてほしかったっていう感じですね。で、ここは、メリットなのは大体、でっかいレイアウトで、ターミナル駅が、作れるっていう感じですね。でも実際、ここの新幹線の、専用のホームがなくっても、実際ここの横とかに新幹線の用の、複線の、普通のホームをつければ、在来線の駅という感じですね。で、一応もう一つメリットがあるのは、こういったね、先ほどもナレーションで言ってくれたと思うんですけど、こちらに広告とか、時刻表とか、あとゴミ箱とかっていうのがあるんで、あとここにプラキッズが載せられるって感じですね。さっきと同じようにやっとると言わんでもいいか。で、あとここ駐車場で、バスが止められて、で、こちらはですね、たまたまこれだけはセットで売ってたんですけど、実際新幹線がないんで、不要ですね。改造するときに、使おうかなと思って。見ております。で、ここのシールが剥がれてるんで、ここはなんとかしていこうと思います。という感じですね。というわけで、今回の動画は、とある中古店で、1000円で売っていました。サウンドターミナルステーションを、買ってきたという動画でした。それでは以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。で、値段とか、商品説明とかは、概要欄に載せておきますんで、そちらのリンクの方も、ぜひお待ちしております。というわけで今回の動画は以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また何かございましたらぜひぜひコメント欄にてお問い合わせください。他の動画は YouTube または公式のホームページからご覧になれます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。